1分でわかる魔人から器をもらう方法。今作も祠や神殿をクリアしていくとハートの器や頑張りの器がもらえます。そんな器ですが、魔人からもらえる方法があるのでご紹介します。まずハイラル平原眺望台から南にある門前宿場町跡に行きます。そこから始まりの大地に向かって進むと水が吹き出ている岩があるので、それを壊してすぐ目の前にいる魔人像を調べます。その後は始まりの大地にある時の神殿跡に向かい、そこにある女神像を調べて指定からの呼び声を受注します。そして始まりの大地の東西南北にある4つの目を付近の深穴に落として中央大廃坑にいる魔人像にはめていきます。目は岩の下や氷の中、水の中にあります。この時目から離れすぎると元の位置に戻ってしまうので、落とすだけでなく1個ずつ魔人像にはめていきましょう。指定に落とした目を運ぶ時は付近にあるゾナーギアをうまく使うことで楽に運ぶことができます。魔人像の位置は中央大廃坑にあるワープポイントの真下です。こうして4つの目を全てはめ込むことでハートの器か頑張りの器がもらえます。